はい、どうもこんにちは、ゲンタロウチャンネルへようこそ。今日はですね、キャラクターお菓子紹介第2弾ということでね、お菓子紹介していきます。で、今日紹介するお菓子はこちら2つ紹介していきたいと思います。まあ、メインがこっちですね。そう、ね、ピーチ姫のビスケットサンドって言ってね、山崎ビスケットから出てる、ね、ピーチ姫のなんかいちごショートケーキ味のビスケットです。これね、コンビニ限定かな、コンビニ言ってたんですけど、ちょっとお高めですね。150円から200円の間でちょっとお高めでございました。ただちょっと期待してます。ちょっとね、マリオなんでね。でね、ピーチ姫がいるということはね、まあ、マリオも来てほしいということでね、マリオも呼んできました。はい、これペロティって言って、アンパンマンがなんか、アンパンマンのなんかチョコレートみたいなのがありますよね。それのマリオバージョンでございます。いいですね。はい、ペロティ。あ、後ろにね、ほら、ピーチ姫書いてありましたね。こんな感じで、あ、なんかゲームもついてます。はい、じゃあ食べていきたいと思います。まずね、ピーチ姫からいただきますね。はい、ピーチ姫ってすごいですよね。全然何も喋んないですよね。なんか日本語喋んないで、なんかわわわーとか言って最初出てくるけどね。あ、すごい香りが強いですね。あー、なんかね、あれの匂いですよ。あれの香り、なんだろう、31のバスキンロビンズのさ、いちごのさ、美味しいアイスクリームの香りがします。いいね。いただきます。うん、美味しい。やっぱり山崎ビスケットさ、ビスケットの会社だからさ、これしっかりしてるね。生地がしっかりしてて、いちごの甘みがあって、香りもいいし、最高です。ショートケーキって感じですね、本当に。美味しいね。あ、しかもいっぱい入ってるし、結構、いいかもしれません。いいね。美味しいわ。いちごの味がします。いちごオレみたいな感じかな。いちごと牛乳を合わせたような、そんな感じの味ですね。香りは本当にショートケーキの、いちごショートケーキの香りでございます。はい、じゃあね、このピーチ姫、クッパにさらわれないようにね、クッパっていう、これモンスターがいるんですけど、まあそれにさらわれないようにマリオにもね、登場してもらいたい。ででーん。まあさっきも見せたね。じゃあマリオちょっと開けていきますよ。はい、ということで、こんな感じでね、ゲームもついてんだけど、ちょっとこれ難しそうだから、後で解こうと思います。ちょっとね、これ、難しいね。まあ、ピーチ姫が、難しいなぁ。あ、マリオとちゃんと繋がってましたよ、これ。よかったね。マリオ、ピーチ姫と繋がってました。よかったです。はい。じゃあ、食べていきたいと思います。クッパジュニアもいる。面白いね。いただきます。面白い。ちゃんといちごの味もするし、チョコが美味しいね。あ、グリコが出してんだ。なんだっけ、キャラメルみたいなお菓子のあるじゃん、グリコね。ポッキーも出してますよね。ポッキー出してるから、やっぱポッキーのチョコレートっぽい味がしますね。美味しいよ。さすがです。マリオにふさわしい味。あと、マリオってさ、任天堂って会社でさ、で、任天堂って会社って京都にあるじゃん。なんか京都と大阪のタッグチームですね。面白いですね。関西のね、企業が集まってできたこのお菓子、いいですね。それと、ピーチ姫。ああ、もうかじんないで一緒に取ればよかった。かじっちゃったよ。ピーチ姫ね。ピーチ姫細くない？細すぎ。ちょっとなんかフランスのさ、ギューって縛るような、お腹ウエスト縛るような服着てんのかな。
めっちゃなんか細いんだけど、美しいですね、ピーチ姫。どこのお姫様なんだろうね。うまいうまい。これとこれ合う。上もいちごだし、多分もういちごまみれだった感じです。おいしいですね。帽子食べちゃいました。いいね。いろいろさ、マリオのお菓子いっぱいあってさ、しかもマリオってだけでさ、なんか意外と伸びるんですよね。それ目当てに今頑張ってマリオのお菓子しまなこになって探してるんですけど、結構いいですよ。やっぱマリオって楽しいね。ゲームだけじゃなくてさ、こういうとこに出てきてくれるのもさ、なんか嬉しいよね。マリオの商品あったら買っちゃうもん。こんなおじさんなのにね、おひげ生やした、耳食べちゃいました。耳食べたらなんか機関車トーマスみたいに見えてきましたね。でん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 。なんかあのミッキーにも見えてきた。まずいな、ちょっと食べちゃおう。美味しかった。こちらもおすすめです。あ、チョコレート口に入ってるから、それと一緒に合わせてみよう。面白い。いちごとチョコレートが混ざり合っても美味しい。いちごにチョコディップしたみたいな感じ。美味しい。チョコレートフォンデュでいちごをつけたみたいな味になります。はい、ということでね、今日はこれぐらいになりますが、ちょっとね、あの今日もお絵かきしてきたんでね、塗り絵してきたんで、塗り絵の作品見てみたい、見ていただきたいと思います。ということで、行ってみよう。ダダーン。今日はルイージ帰ってきました。すごいでしょ。これ全部蛍光ペンよ。ねえ、面白いよね。蛍光ペンって面白いですね。あ、ここはね、サインペン使っちゃった。赤出ないから。こんな感じで。こういうところは、青とグレーの蛍光ペンを使ってやってます。でね、消えるあの、フリクションペンも使ったりしてね。いい感じですよね。楽しいですよ。結構ね、楽しい。なんか、あの、北海学園のさ、生協、あの、大学の購買みたいなところでさ、こういうさ、フリクションのさ、あの、ペンが安く売っててね。それでいっぱい買ってきて、いっぱい塗ってるんですよね。楽しいですよ。で、子供の時と違ってさ、やっぱり、こういう、なんか、こだわりとかあるじゃないですか。まあ、子供の頃も、それ、あの、子供なりにこだわってんだと思いますけど、やっぱ、綺麗に塗るとかできるとね、結構楽しいですよね。で、最初、白い枠しかないから、それがどんどん埋まってくるのも、なんか、充実感があって、最高です。はい、ということで、ルイージいいと思ったらいいねしてください。はい、ということでね、今日はこれぐらいになります。はい、皆さんもね、あの寒くなってきましたがね、本当に体調にはお気をつけてお過ごしください。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。